どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は独身男性の末路についてのお話です。私はね、本人が納得して幸せなんであれば、独身だろうが結婚していようがどちらでもいいと思っています。結婚が全てではないでしょうし、結婚したからといって老後の不安がゼロになるわけじゃないっていうこともね、もちろん知っています。ただ今回は独身を貫き通している53歳男性の本音の部分をね、皆さんに紹介したいと思います。現在53歳の男性は A さんとします。A さんは働き盛りである15年前の38歳の時に思い切って今のマンションを購入したそうです。ただコロナの影響で大幅な減給があって、一気にね、生活が苦しくなってしまいました。マンションを購入した理由は、結婚していなくてもね、マイホームさえ購入すれば一人前として見られる。そしてもし今後一生独身だったとしても、ローンを払い切った後はね、家賃ゼロで一生そこに住み続けることができるからっていうもので、当時ね、4000万円のマンションを35年ローンで購入したそうです。ローンは15年分払い切ったそうなんですが、残り20年残っています。それから15年経った今ですね、生活は楽になるどころか、コロナの影響で仕事が減ってしまって、それまでね、何十年と当たり前にもらっていたボーナスすらほとんど支給されずに、そのね、ローンのボーナス払いの月は給与だけでは当然賄えないので、貯金から出している現状だそうです。ただどんどん貯金もね、なくなっていって、趣味だったバイクも生活のために売り払ったというんです。マンションを購入した38歳の頃は、あと数年すればいい出会いがあって結婚できるだろうって考えていたのに、まさかね、53歳まで独身を貫くことになるとは思ってもみなかった。年齢を重ねて生活が楽になるどころか、どんどん厳しくなっていって、今じゃマンションなんて買うんじゃなかったって後悔する日々。自分は何のために今まで頑張ってきたんだろう。趣味だったバイクを売ってでも、この今住んでいるマンションを自分は欲しかったんだっけ。見栄のため、老後楽になるからと思い切って買ったものの、楽になるどころか首を絞めている現状がある。こんなはずじゃなかったのにって、心の余裕すらなくなっている自分がいると。これはね、一人の男性の例ではあるんですが、独身男性って一生独身を割り切れてるようで割り切れてないんですよね。なりたくてなったっていうよりかは、婚期を逃したりとか仕事に没頭していて、気づいたらこんな年齢になっていたっていうことが多いんです。本音を言えばやっぱり寂しいし、その孤独を紛らわすために趣味にお金と時間を費やしたり、マンションを買ったりする人がほとんどです。そのため若くして独身を覚悟した男性って少なく、いつか素敵な女性と出会って結婚できると未来の自分に期待をしている男性が多い印象です。ただ独身であることはデメリットだらけかって言えば、そんなことはありません。もちろんね、メリットもあります。まず一人のため生活費がそこまでかからない。使うお金も時間も自由。誰にも文句言われない。20代や30代の頃はこれが独身のメリットと思いますよね。で、確かに周りに独身の友達がいてね、自分自身健康な2、30代であればそう思うのかもしれません。ただ4、50代と体力が徐々に衰えてくると、このメリットすらデメリットに感じて寂しさを覚えてしまう男性がいるのも事実です。特にゴールデンウィークとかお盆、年末年始など連休があればね、昔は学生時代の友達と旅行に行ったりとか、誰かの家でお酒を飲んで朝を迎えていたけど、周りはね、今もうみんな結婚してしまって子供が生まれたため、そんな付き合いもできなくなって、たまに誘ってもね、自分を優先して時間を使ってくれる友達はいない。あの頃は一生友達だとかね、結婚しても変わらず遊ぼうなって言っていた仲間なのに、今はね、本当に連絡すら取りにくくなっている現状。 Facebook を除けば、子供や孫に囲まれて誕生日を祝ってもらっている同級生の投稿もあったりしてね、なんか正直羨ましいなと思ってしまう。独身でいいやって思いながらも、心のどこかでは結婚したいっていう気持ちが少なからず残っているんじゃないかなって思うんですよ。で、それにね、女性に対して高すぎる条件を求めなければ、結婚って別に諦める必要なくて、60代でも70代でもできるものなんですよね。そのため50代で結婚を完全に諦めるのは早いと感じます。
もちろんね、50代で子供を望むんだったら話は別なんですが、残りの人生共に過ごしたいパートナーを見つけたいっていう望みだったら叶うと思うんですよ。でせっかく結婚するんだったらってこう理想論を並べ立てるからね、結婚できないだけなんです。男性っていうのは自分が年齢を重ねても好意を抱く女性の年齢層ってずっと変わんないんですよね。で女性なら自分の年齢に比例して概ね同年代の異性に好意を抱けるんですが、男性は30代になっても40代になっても50代になってもね、20代ぐらいの若い女性がずっと好きなんです。つまり年齢を重ねるごとにその理想と現実のギャップがどんどん広がっていくんですね。で若くて美人な女性と結婚するには自身が相当のお金持ちとかね、ステータスがない限りは35歳ぐらいが限界だと感じます。35歳超えちゃうと自分の手の届く女性の年齢層も上がってね、自分の理想とする結婚相手像からかけ離れちゃうわけですよ。そのため結婚したいけどこんな女性しか無理なんだったらもう独身でいいわってなぜか上から目線の結論しか見出せなくなって、結婚を諦め生涯独身が確定してしまう。自分が付き合いたい若い女性から見向きもされず、むしろねそんな姿勢でいるから同年代の女性すらも近寄ってこない状況になります。結果誰からも好意を抱いてもらえなくなるっていう悪循環の出来上がりです。そこまでね追い込まれた、じゃあその中年男性最終的にどうなっちゃうかっていうとね、結婚しない自分を正当化するために女性っていう生き物を嫌悪し始めてね、結婚なんてクソくらいだっていう考えを持ち始めます。このコメ欄にも似たような投稿ちらほらありますよね。結婚なんてめんどくせえ、独身が一番の勝ち組だろみたいなスタンスの独身男性って、まあ、ここのコメ欄以外にもね、ネット上にもゴロゴロ存在すると思うんですよ。で、本当にね、そう思うんだったら別にいいんですけど、私にはね、独身であるその今の自分を納得させるために、わざわざそんなコメントを残しているように見えて、少し心配になってしまいます。婚活っていう場においては、なぜか男性は女性を敵対視したりとか、女性の理想が高いから未婚率が増えてるんだって、女性を非難する声が目立ちます。ただね、私は別に女性が悪いとか男性が悪いっていうよりね、お互い様だと思うんですよね。どちらか一方が高望みしているとかわがままだっていうことはありません。男性女性ともに婚活する姿を間近で見てきて、お互い様だとやはり感じてしまいます。結婚したい気持ちがあるのに女性に対して敵意をむき出しにしていれば当然結婚なんてできませんよね。仕事を一生懸命頑張っていたって退職したら何も残りませんよ。健康診断も忙しいからと後回しにしてね、起き上がることも辛くなった段階で初めて病院に行く男性が多いです。奥さんがいればあなたの体調を心配してね、次の休みは一緒に病院行こうよってあなたの代わりに予約まで取ってくれることでしょう。自分一人だと病院に行くことすら後回しにして日常生活に支障が出てようやく受診したりします。そしてね、がんです、末期のため治療はできませんって医者から告知されても、隣でね、あなた以上に悲しんでくれる人はいません。辛い現状を自分一人で受け止めて抱え込まなきゃいけないんですよ。これね、想像するだけでもゾッとしませんか？自分が癌になっても誰も悲しまないし、誰の生活も変わらず今まで通り続いていくんですよ。入院中、治療の副作用が辛くてね、出された病院食もまともに食べれない。そんな苦しい中、隣のベッドの70代の男性は、ほぼ毎日子供や孫がお見舞いに来てくれててね、着替えとか食べやすいものを差し入れしてくれている。退院する時だって歩くのも辛い状態だけど、自分一人でね、荷造りして、重たい荷物を自分で持って一人で帰らなきゃいけない。退院おめでとう、今日はね、せっかくだから美味しいもの食べようよって車で迎えに来てくれる家族もいないんです。もう自分でタクシーを呼んでお金払って自力で帰らなくちゃいけないんです。それに男性は退職後は本当にね、誰とも関わりがなくなってしまいます。奥さんがいれば近所付き合いもそれまでしてくれてるから挨拶をしたりとかね、あなたの代わりに交友関係広げてくれてたりするんですが、男性は仕事をしている時はほとんどねこういったことをしないため、退職して周りを見渡した時に本当に
誰も話し合えていないし、こういう関係がゼロっていうことに初めてその時に気づくんです。そうするとね、家にだんだん引きこもりがちになって、ゴミを捨てに行くのも面倒になっちゃって、いつしかゴミ屋敷になってね、寂しさからなぜか野良猫を飼い始めて、ご近所さんからは煙たがられて、ますます引きこもりがちになってしまう。こういう話を聞いてね、ほとんどの人は、いやいや自分は大丈夫だよとか、自分に限ってそんな老後になることはない、友達多いし趣味もたくさんあるしって思うんじゃないでしょうか。きっとゴミ屋敷になったその中年男性だって、若い時は皆さんと同じように思ってたと思いますよ。まさか年齢を重ねた時に自分が家に引きこもって野良猫たちに囲まれる人生を送っているとは夢にも思わなかったことでしょう。20代の頃のあなたも、まさか今の年齢まで自分が独身を貫いていたなんて思ってなかったんじゃないでしょうか。ただ当然ね、結婚して子供が生まれて家族が増えたとしても、孤独を感じる人はいると思います。結婚したけどその後離婚してね、子供も奥さん側が引き取ってってなると、結婚したとしても同じような未来が待っているかもしれません。まあ、そうだとしても、自分の家族がいて自分に何かあった時にね、自分以上に心配してくれる人って、親以外には奥さんや子供しかいないように思うんですよ。友達同士でね、老後は一緒に住もうぜなんて約束したって、それが叶えられる保証なんてないじゃないですか。家族はね、そんな約束しなくたって、何かあればお互い支え合うのが当たり前の関係になれるんですよ。今まで何十年と仕事を頑張ってきたけど、自分はこんな老後を送るために今まで頑張ってきたんだろうか、そう思うとね、涙が出てくると思います。婚活をしてうまくいかなかったから女性を悪者に仕立て上げたい気持ちもわかりますし、同年代の女性はおばさんばっかりで魅力を感じないって、こう渚ま目線でね、いい気持ちになるのも、まあ100歩譲ってね、仕方ないにしてもですよ、自分の老後をこのように想像した時に、自分のことを自分ごとのように心配してくれる人がそばにいるって、もうそれだけで幸せなことだと思いませんか。嬉しいことがあっても悲しいことがあっても、家に帰ってそれを話して共有する相手がいなければ寂しいって感じるんじゃないでしょうか。私はね、基本一人行動が苦手で、何をするにしてもね、誰かと一緒じゃないと心の底から楽しめないため、約束をしなくても休みの日にデートしたりとかね、気が向いた時に美味しいものを食べに行ったりできる夫っていう存在がいてくれて、今はね、本当に幸せを感じています。最後はね、ちょっとのろけになってしまったんですが、私はね、決して結婚したら全てが解決して幸せになれるって言いたいわけではありません。結婚しなくても一緒に居続けるカップルもいるでしょうし、仲のいい友達とね、本当に老後ルームシェアなどして支え合って生活する人もいるかもしれません。幸せの形は人それぞれです。変な意地を張って独身を貫こうってしている人は老後後悔する可能性が高いので、そんなことになるぐらいなんだったら一回でも挑戦してみてもいいんじゃないのっていう応援動画でした。ということで、この動画は視聴者の方と一緒に作り上げていきたいと思っておりますので、今後ね、アンケートとか質問をツイッターから募集したいと思います。よければ婚活情報も発信していますので、ツイッターフォローいただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。